定期の更新お願いします。はい、かしこまりました。え、さくら、お疲れ。3ヶ月更新で OK。 なんか怒ってる？怒ってないよ。絶対怒ってんじゃん。なんかあった？怒ってないって言ってんじゃん。怒ってんじゃん。なんかあったなら言って。もういいよ、早く作って。はい、お待たせしました。恋の定期券、3ヶ月更新してます。え、あとこれ、誕生日おめでとう。ああ、間もなく特急渋谷行き到着でございます。早く出せよ、バレるだろ。え、マジでここで吸うの？学校の方がもっと危ねえだろ。まあそうだな。バレてるぞ。え、あ、駅員さん、学校には黙っといてください。学校には言わないよ。でも駅のホームでタバコを吸うのはマナー違反だぞ。すいませんでした。すいません。学校なら先生が守ってくれるけど、ここじゃそうはいかないぞ。事務室に来い。え？え？こっち来い。え？お前らバカだな。匂いで先生にバレるぞ。ここで匂い消してけ。え、キエさん。あざーす。車椅子ご利用のお客様、それではホームへご案内します。悪いね。電車が来るまでもうしばらくお待ちください。はい。え、お客様。危ない。大丈夫ですか、お客様？おい、お前。すいません。俺がいなかったら危ないところだったぞ。すいません。ブレーキをかけ忘れてました。それだけじゃないぞ。駅のホームは傾斜になってるんだよ。だから、車椅子は線路と平行にして止める。これはルールだ。しっかりと覚えておけ。はい、二度としません。はい、失礼しまーす。え、誰かなんかした？皆さんに非常に残念なお知らせがあります。え、なになに？本当にみんな悲しいと思うんですけど、今日はお昼で下校になります。よっしゃー、先生最高。静かにしろ、静かに。もう一点お願いなんですけど。速攻で帰ろうぜ。しゃー。電車通の人は電車が止まっちゃったらもう帰れないので、すぐに帰りの準備をして下校をしてください。え、先生、チャリ通は？チャリ通と歩きの人は掃除をしてから下校になります。はぁー、すいません、キーさん。はい、遅延症ください。お兄ちゃんはスマホ持ってる？あ、はい。じゃあ JR のホームページを開くと遅延証が出てくるから、それを先生に見せたら OK だよ。わかりました。はい、泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギス。はい、これは誰が言ったでしょう？すいません、遅れました。森田、遅刻だな。いや、あの、電車が遅れてまして。遅延証は？あの、これ。おい、何事だ？学校ではスマホ禁止だろ。いや、駅員さんがこれ見せろって。森田、このクラスの学級目標は何だ？自ら考えて行動する。それができてないからこうなったんだろ。駅員さんに学校はスマホ禁止なので紙でください、それをなぜ伝えないんだ、わかるか？だからこうなっているんだぞ。はい、みんなの前で学級目標10回。きつー。すいません、駅員さん。はい、どうされました？今切符買ったら服割って書いてあったんですけど、これ何ですか？これは往復割引が適用されているマークですね。往復割引なんて頼んでないですよ。お客様は東京から岡山まで行きますよね？はい。乗車券が片道601キロ以上あれば往復割引が適用されて、行きと帰りが1割引になるんですよね。そうなんですね。でも1割だけなんですね。1割とはいえ2000円ぐらい安くなってますよ。もう少し安くならないですか？2割とか。いや、無理ですよ。じゃあ 1.5 で。無理です。 1.4 で。しつこいな。すいません、金さん。はい、どうされました？僕、昨日高校を卒業したんですよ。あ、おめでとうございます。それでいつもの癖で通学定期券でここまで来ちゃったんですけど、大丈夫ですか？はいはいはい、大丈夫ですよ。卒業式を迎えても3月31日までは学生扱いとなりますので、使えちゃうんですよ。うわー、よかった。不正乗車って言われてたら内定取り消されて終わりでしたよ。お兄ちゃん、ただ有効期限が残ってるからといって4月は使っちゃダメですからね。そうなんですね、気をつけます。ちなみにお兄ちゃんは4月から何を？駅員です。そうだったんですか。じゃあ4月から学割より安くなるよ。マジっすか？ちょっと駅員さん。はい、どうされました？俺、熱があるみたいだ。大丈夫ですか？体調が悪いなら救急車呼びますよ。体は元気なんだけどな、さっき38度5分って出たんだよ。それは大変ですね、救急車呼びますね。ああ、悪いな。それにしても今は駅でも検温するんだな。え、お客様、駅で検温ですか？そうだよ、さっきあそこでピッてやっただろ。え、いや、それは自動改札機の音でして。
もしかしてお客様、IC カードを見せてもらってもいいですか？はいよ。やっぱりな。お客様、あそこに表示されてる数字は、お客様の体温じゃなくて、カードの残高です。そうだったのか。今どこでも検温するか、てっきりそうだと思ってびっくりしちまったよ。とりあえず安心しました。念のため、検温しときますね。うん。39度6分？こちらで拝見しますね。もう何ですか？これから深海水族館に行くので早くしてください。お客様、今東京からお越しですよね。そうですけど。ですと、ここ沼津駅までスイカを使ってのご乗車はできないんですよ。はい？なんでですか？お客様の乗車した東京はスイカエリアになっておりまして、ここ沼津駅はトイカエリアになっております。現在エリアをまたいでの IC カードの利用はできないんですよね。え、要するに姫こんにゃく王がカニの甲羅に卵を産みつけるみたいなことですか？あ、知らないですけど、本来 IC カードは都心などで短距離の移動を便利にするために作られたものですので、長距離の移動にはまだまだ課題が多いんですよね。おー、じゃあどうしたらいいんですか？エリアをまたぐ場合は切符の購入をお願いします。意外と不便ですね。まあ姫こんにゃく王に免じて許しますよ。何それ、呪術回戦めっちゃ良かったな。マジ良かったな。やっぱ映画は映画館で見るもんだな。そうだな。あ、やばい、終電そろそろじゃね。あ、急ごう。はい、間もなく本厚木行き最終列車発車いたします。やばい、電源切ってた。やべえ、俺も早くつけ。やばいやばい、間もなく列車発車します。お急ぎください。よし、着いた、行くぞ。ちょっと待って、オッケー。あれ、お客様もう出ちゃいましたよ。マジっすか。映画行ってて電源切ってたんですよ。映画館の最寄り駅はそういう方よく見かけますよ。もう電車ないんすよね。今日はもう終わりですね。うわー、これはまさかのナイトショー。行くか。あー、やっぱり遅刻する。行ってきます。うわ、これ間に合うか。はい、乗降なし。はい、発車します。ちょっと待ってください。また寝坊か。次の駅で待ってるぞ。オッケーです。うわお疲れさん。危なかった。他の路線だったら絶対遅れてましたよ。そうだぞ。ここ土佐前交通五面線の清和学園前と一条橋の駅間が84m だから、なんとか追いつけるっていうだけだからな。はい、僕なら10秒で行けちゃいますから。お前は寝坊を直せば済む話だろ。そこは許してくださいよ。たく。はい、発車します。すいません、キーさん。はい、注射ください。これでお願いします。ありがとうございます。はい、これから配るプリント、できた人から持ってきてな。すいません、遅れました。おい、西沢、またお前遅刻か。これ、陳証です。お前はバカか。え、社会でそんなこと許されんのよ。お前は朝起きて今日は電車大丈夫かなって調べたのか。いや、だからお前はいつまで経ってもバカなのよ。お子ちゃまなのよ。お子ちゃまのままここまで来ちゃってるのよ。お前一からやり直すか。担任に言っとくぞ。先生、言い過ぎではないですか。あ、誰だ先生に口出しするバカは。後で校長室へ。バカか。